やっぱりね、素材ですし、素材の火の入れ方、肉はね、肉の火入れ方っていうのはね、いろいろやってみたんだけど、優しくね、あの温めるような感じで火入れればいいんですよね。無理やりね、こう強引に火を入れようとか、そういうことをしちゃいかない。肉の繊維によって火の入れ方も変えていかないといけないと思うんですよ。厚さとか、肉の厚さとかによってね、肉の羊の、あの真ん中の芯だけを塩と粉と卵でつないだ粉で包んで焼くんだけど、いつ火入れていいのか。で、今度塩が今度熱持ってるもんだから止まらないですよ、今度。難しかったですね。どうしてもやっぱり恥もいっぱいかけましたね。なんでうちでここでその羊の塩包みを置いてるかっていうと、別に置かなくてもいいんだけど、僕は作れなかったからですよ。でもやっぱり作れなくて、ものすごく恥もかいたし、チキショと思うことも何回もあったけど、その分だけものすごく勉強になりましたね。辻止めなんで行ったのかな。なんで僕はこう人に勧めたかというと、同じものを作り続けてるんですよね。60年で何一つとってもね、やっぱり素晴らしくこう調理していると思いますね。変に出ちゃうから何をとってもね、きちんとしてますよね。お醤油、あの甘鯛にお醤油がついてきたんですよ。そのお醤油見た時に、うわ綺麗だなと思ったんですよ。それで香りも素晴らしいし、舐め、ちょっともう行儀悪いけど手でこう舐めてね、舐めたんだけど、こら素晴らしいと思って。あんまりそんなに日本料理行ったことないからわかんないですけど、でも、まあ、そこはまあ日本料理の中では美味しいなと思いますね。一番好きですね。